こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。今日から新しい教科書を使っていきます。大家でやぷゆだじゃだるゆ、みんなの日本語の中級の2番です。これは台湾バージョンですが、世界中にみんなの日本語の中級のいろいろなデザインの絵本があります。みんなの日本語だったらコンテンツは全部同じです。多分英語バージョンとかね、いろいろな外国語のバージョンがあると思います。これ中級の第7課1番単語をやっていきます。もしね、今日初めて見た人がいたら、よかったら毎日一つビデオアップロードしているので、これから一緒に勉強してみませんか？毎回だいたいね、10分から15分くらいの内容にしています。なんか会社や大学に行くとき、10分から15分ね、簡単にちょっと日本語を勉強したりするのにね、使えるビデオを作りたいと思ってます。ではね、これ見てください。今日は、1番から、ピンクなので、何番？6番まで、これだけですね。ほんの少しだけこの部分の単語をやりたいと思います。では一緒にやっていきましょう。この単語をやるときは、単語のと一緒に使うかな、その単語とよく一緒に使う動詞とか形容詞とかを書いて、でそれで例文を作る練習かな。単語の意味が分かるのは、見たら分かりますよね。それだけじゃなくて、使うことができるようにかな、すぐにね、単語を見てで使うことができるように、なんか少し短い例文なんかをここで紹介していきます。皆さんも自分で辞書で単語を調べて、でノートに例文を作ってみてくださいね。それで授業の時持ってきてください。では1番、出すですね。出す、もうこれは今まで何回も見てきた動詞ですね。何々を出します。例えばポケット、ポケットね、ポケットから携帯を出しますとか、財布からお金を出しますとかね、あと手紙を出します。で今回の出しますは手紙を出すにちょっと近い感じです。で、ね、料理を出すで、ね、料理を出すというのは、このレストランね、このレストランは美味しい料理を出しますとか、あのレストランでは日本料理を出しています。提供するだね、こうサプライね、提供、提供、ね、の意味で出すです。で反対に料理を出したら、今度は皆さん食べた後でね、もうこれ料理がなくなりました。そしたら、ね、料理を、料理じゃない、ね、あとお皿かな、お皿を下げると言います。お皿を下げる、お皿を下げるはもう食べ終わった後で、そのお皿ね、汚いお皿をキッチンの方に持っていくね、ウェイターね、ウェイターさん、店員さんはお皿をと下げますと言います。でこれね、多分ね、よくね聞かれるんですけど、居酒屋とかレストランでね、とこれ、こちらお下げしてもよろしいですか、これはあなたのそのね、空のお皿だよね、多分何もないお皿を向こうに片付けてもいいですかというのによくね、お下げしてもいいですか、またお下げしますって言って、こうね、何も言わないんじゃなくて一言言う店がね結構多いです。ね、なのでこれ日本の人、あれ日本の店員さんが何を言ってるのかなと思ったら、これ言ってると思います。で、ね、次です。2番いきましょう。2番は歓迎会ですね。歓迎会、歓迎はウェルカムだよね、ウェルカムで、会はパーティー、動詞よく使うのはこのあたりですね。歓迎会を開きます、歓迎会を催します、ね、催します、歓迎会を開催します。日常会話、デイリーカンバセーションでは開くをよく使いますが、少しフォーマルになったら、例えばね、会社で歓迎会を催します、開催します、開催しますとか、こうイメージはなんか大きいパーティーのイメージがありますね。で歓迎なので、新人ですよね、新しい人ね、新人をこうウェルカムする、迎える時にするパーティーですよね。新人、例えば新入生、生は学生の生、大学の新入生を歓迎する歓迎会、ね、歓迎コンパと思います。コンパはね、コンパニオンから来てると思います。よく大学で使うパーティーという意味の単語です。なんか合コンとか聞いたことありますか？合コンは、合ってね、合同コンパのショートフォームで、合同ってこうみんなで一緒にの意味なんですけど、これってこうスピードデーティングのパーティーみたいです。
でも会社がアレンジするんじゃなくて自分たちでアレンジします。例えば私と私の男友達がね、あの2人で、ね、ちょっと相談して、じゃああなたはじゃあ3人友達連れてきてください、で私も3人女の子の友達連れてきます、でこの3人と3人は知り合いじゃありません、でここでスピードデーティングする感じですね。これはね、合コンと言います。コンだね。で新入生歓迎コンパというね、コンパとも言ったりします。あと他にはあの会社の新入社員でね、新しい新入社員とかのとイベントのことです。イベント、イベントでね。で次行きましょう。で次はですね、あそうそう、この歓迎会はウェルカムパーティー、じゃあフェアウェルパーティーは送別会と言います。送別会ですね。送別会はまあなんか中国語から来てるけど、あの日本語だとお別れ会になりますね。お別れします、こうさようならってね、お別れ会ですね。お別れ会はどんな時にやるかというと、例えば特にこう会社 の, あの人事異動って、ね、人事っていうとか、まあ、あの人事部はヒューマンリソースディパートメント、ね、人事ですよね。で移動というのは他の部署ディパートメントに行くことですね。で人事異動、人事異動の時に、あさようなら、これまでありがとうございました、お世話になりました、新しい部署に行っても元気で頑張ってくださいねみたいな感じでやります。ではね、次へ行きましょう。今だいたい半分終わりました。で、ね、続きいきますね。3番、招待状ですね。招待がインバイトでね、呼びますね。で状はレター、手紙です。で招待状、インビテーションレターですね。インビテーションレター、招待状。一緒に使う動詞はこれが多いね。招待状を送ります。で招待状を出します、あの手紙を出すと同じだね。それから招待状を作りますね。そしてね、下この上のは簡単だよね。下のちょっと見てください。初めて見るかもしれません。招待状に同封します。同は同じ、封は封筒、エンベロープだよね。で同封するは招待状と一緒に同じ封筒に入れます。例えば招待状に何が、例えばね、香港の結婚式では招待状に男の人だとお金だよね、交通費。なんか私は男友達の結婚式に行くときは50ドルとか100ドルとか入ってますね。あれ交通費ですよね。でそれからの女友達、ね、女友達のと香港の結婚式に行くときにはケーキの券が入ってるよね。ケーキキューポンね、マキシムとかのね。であれをね、ケーキの券を同封する、現金、交通費を同封すると言ったりします。でそれからに添えるですね。添えるというのはちょっと入れること、ちょっと書くことですね。例えば招待状にメッセージを添えるですね。これはあの結婚式や例えば歓迎会とか送別会の招待状をあの送るときに、そこにこうなんか手で書いてね、あの今までありがとうございましたとか、ぜひ来てくださいとか、何かメッセージをちょっと書く、これメッセージを添えると言います。で、ね、次ですね。次は4番、ラーメンですね。みんな大好きだよね、ラーメンね。ラーメンは皆さんも分かってる、今の日本のラーメンは日本料理だけど、もともとは中華料理だよね。ラーミエンから来てるね、ラーミエンね、プートンファーだよね。でラーメン、ラーメンラーメン、ラーメン の, あのタイプ、あの人気のラーメンをあの Google で調べたらとね、1番がね、人気、香港と違うよね。だからね、香港だと多分豚骨ラーメンが1番だと思うんだけど、日本人の間のランキングね、人気ランキングで1番は塩ラーメンだと書いてありました。塩ラーメンが1番で、次がね、醤油、ソイソースね、醤油ラーメンが2番 で, でその次が味噌ラーメンですね、3番で。4番目に人気なのが豚骨ラーメン。豚骨っていうと、ジュゴワってね、あとジュゴワ、え、何、プートンファーなんだっけ、ジュー、あ、わからない、なんていうんだ、誰か教えてあのポークボーンね、ポークボーンスープベースですね、あのです、豚骨ラーメンです。で多分なんですけど、とね、地域エリアかな、日本ではね、いろいろな地域でその町ではこのラーメンが多いとかあるんですけど、あの私が今まで日本で住んだところだと、北海道の函館、ハムグンね、
とね、北海道の函館では塩ラーメンがすごく人気でした。だから塩ラーメン屋さんがすごく多かったです。でそれから、北海道の函館じゃなくて札幌とかに行くと、味噌ラーメンが多かったです。しかも味噌ラーメンにバターを入れるんですね。北海道はバターが有名。すごく油っぽいんだけど、寒いから美味しいんですよね。であとは東京の時は醤油ラーメンもよく聞きましたね。で、最近香港から日本に行く時、よく九州が近いので福岡とか旅行に行くんですけど、福岡とかあとは熊本の方とかかな、あっちの方に行くと豚骨ラーメンがすごく多いんですよね。もしかしたら香港と九州が近いから香港に来る九州のラーメン屋さんが多くて豚骨ラーメンが多いのかもしれませんね。結構油っぽいよね。でね、次行きましょう。5番ですね。5番折り紙です。折り紙は家になかったのでちょっと見せられないんですけど、こうなんか紙、日本でこう紙をこうやって折って、こうフォーディングペーパーだよね。でこうやってこう紙をこうやって折って、でなんか動物とか花とかいろんな形作るのありますよね。あれを折り紙と言います。で折り紙、動詞は折るですね。折り紙、フォーディングペーパーをフォードね。それからまあするでもいいです、遊びだからね。と折り紙をするですね。それからこれではね、折り紙で、で何々を作る。例えば折り紙でこう花を作りたいというか、折り紙で花を作るとか、折り紙で鶴、クレーンね、鶴を折るとか、鶴を作ると言ったりします。それから6番はね、ピンクだよね。ピンクはピンクカラー、ピンクで、ピンクは日本でこうファッションの時はピンクはピンクって言います。あまりこのね、桃色とか、それからバラ色、バラってローズね、あ、桃はピーチね。でも英語のピーチカラーじゃないです。桃色っていうと日本でいくとね、桃色、どんな感じだろう。ここにいろいろ準備したんで、こんな感じかな、こんな感じ、ちょっとオレンジっぽいピンクとかをね、ピーチね、桃色と言ったりします。でそれからバラ色、バラ色というとちょっとダークピンクかな。ここでいくとね、これに近いかな。ちょっとこれすいません、なんか今多分電気とか、あとカメラの感じでちょっと色が違うんですけど、まあでも彼のローズピンクですね。こんな感じね、ちょっと紫っぽい、スライディーパープリッシュの感じ。これバラ色ですね。バラ色でローズね。それから桜色、あ、さくらさん見てますか、いつもありがとうございます。でね、桜色というと、日本の人はこういう感じかな、こんな感じですね。こういう感じの明るい感じのピンクにします。でこう名前を言わないでというか、言えなくて名前がわからない時にはこういう形容詞を伝っていくんですけど、例えばさっき そのバラ色とかだとこういうのね、ちょっとだからね、これ濃いピンクとか、濃いピンクとか、それから深いかな、深いね、ディープカラー、深いピンクとか、あと暗いピンクなど言います。暗いだとこれよりもっとなんかもっとダークな感じかもしれない。であと、こんな感じとかだと、ね、薄いピンクかな、これね、こうペイリッシュに薄いピンクとか、それから浅いよね、浅いピンクとか、こういう感じとか、こんな感じかな、こういう感じですね。こういうのが浅い色ですね。でね、明るいっていうともっとブライトな感じがするから、こういう感じとか、それからちょっとなんか実物と色がちょっと違う感じなので、これもうちょっとピンク、あとこんな感じとかですかね。こういう感じとか、こうなんていうか、こう灰色が入ってないから、 No grayish な感じ、 No fading、 もうちょっとシャープな感じを、明るいを使っていっていきます。そうですね、こんな感じです。なんかピンクにもいろいろありますよね。で日本の人は割と、もしかしたら着物の文化があるからとか、あと私たちはこういう花が結構好きなんですけど、花の色とかもいろいろあるので、の色にたくさんの名前をつけている。例えばピンクって言わないで桃色と言ったり、バラ色と言ったり、桜色と言って、みんながなんか想像ちゃんとできたりとかするとかね。あとはこういう形容詞で色の違いをいろいろ言ったりする人が結構多いです。だから皆さんもね、ぜひ日本語勉強しているから、こういう形容詞も一緒に覚えたらいいかなと思います。
はい、じゃあ今日ここまでにしましょう。でこのままね、これ単語いっぱいあるんですけど、順番に少しずつしばらくですね、多分今1番から何番ぐらいでしょうね、まあ少なくともアットリースね、少なくとも7、8番ぐらいまでは単語やっていくような気がします。皆さん毎日少しずつ少しずつね、単語やっていきませんか。でここまで見てくれた人、よかったらLikeしてくれると嬉しいです。でまた明日も一緒に勉強しましょう。毎日一つアップロードしているので、よかったらサブスクライブしてくださいね。コメントも大歓迎です。じゃあまた明日会いましょう。お疲れ様、ありがとう、バイバイ。